はい、ループチパリジャンです。本日は、古い古典的な装丁というものについてお話をします。で、今ちょうど展示中でして、装丁って何展っていうのを8月の16日から、今月の29日まで行っております。木曜定休でですね、13時から18時まで。で、その中で展示されてる作品を一冊紹介したいなと今回思います。でですね、これですね。うちで一番古い本です。何ですかこれっていう話なんですけど、タイトルとか書いてないんですよ。見ての通り。どこにもタイトル書いてないんですね。古い本の一つ特徴として、あんまりタイトルは書かれないんですね。大体西洋の本っていうのは、背表紙に表紙を、あ、表紙、ごめんなさい。背表紙にタイトルを、箔押しとかで、タイトルをつけるんですけども、ここの背中のところですね、こういうところにタイトルをつけるんです。なんですけど、古い装丁の本ってそもそもタイトルもついてないことが多いんですね。むしろ逆でですね、こっちのこの小口っていうんですけど、本のこの開くところの、これを小口っていうんですが、こっちにね、タイトルをペンで直書きしたりする場合があるんですよ。だから実は昔本ってこういう保存のされ方ですけど、今って本ってね、こっち側を向けて保存されますけど、昔は逆側でこう保管されたらしいんです。はい。まあちょっとそれはね、箔押しの技術とかもなかったからとかも多分あったんだと思います。はい。まあその辺はまたちょっとマニアックな話なんで、ちょっとまた別にしますけど。で、これなんですけど、何の本かっていうと、クセノフォンの全集です。もう簡単に言うとそういうことです。クセノフォンというのは、まあ皆さん、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、ソクラテスの弟子です。で、ソクラテスってイエスと一緒でね、自分の原稿をまとめた本ってないんですよ。だからその弟子筋がまとめたものが作品として残ってるんですね。なので、ソクラテスの場合も一緒で、このなんだっけ、クセノフォンと、あとプラトンがソクラテスの原稿をまとめて、それが本になっている。で、それで今に伝わっているということですね。で、ここに表紙がね、見えます？ここに。ね、イエスがいるんです、実は。で、これがヨハネですね、洗礼者。で、これ洗礼の場面が描かれてるんですよ。で、こういったモチーフも古い本にはよくある装丁の一つなんです。で、まあ、実際には今言ったように、中身はクセノフォンの全集なんですけど、こういったそのキリストのその場面っていうのを、その神聖な場面っていうのを箔押しするっていうことが多かったんです。だから実際の表紙と中身の内容は一致してないです。はい、そんなところですね。で、この装丁についてなんですけど、素材は革ですね。で、豚の革です。で、豚の革っていうのも古い時代の装丁によく使われたんですね。逆に言うと、17世紀以降の本の装丁には豚の革の本ってほとんどないです。ほとんどはもう牛かないしヤギになりました。たまに羊もあるみたいですけど、ちょっと理由は分かりませんが、使い勝手が悪いらしくて、あんまり採用されなかったとは聞いてますね。ほとんどが、だから牛かヤギや、子牛もありますけど、そういったものの皮が使われることが多かったです。ちょっと情報量が多いです、この で、ちょっと開けてみましょうか。ここには蝶つがいっていうのがあって、古い本はこういうふうに蝶つがいっていう、本が開きすぎないようにこういったものがついてるんです。これを外さないと本が読めないんですね。だいたい分厚い本についてますね。で、この本実は修復しててちょっと危ないんですよ。状態があんまりよろしくなくて。おお。でもちょっとは修復したおかげで少しは頑丈になってます。あ、こっちに、はい。蔵書が貼ってありますね。これはそんな古くないと思います。これ多分19世紀に作られた蔵書です。はい。で、こんな形でタイトルが、もう全く読めないんですけど、クセノフォンって書いてあるんでしょうね、おそらく。ここに。クセノフォニティスとか。はい。いろいろ書いてありますね、ここに。ごめんなさい、読めません、ギリシャ語は。で、序文はラテン語で序文が書いてあって、この辺はずっと序文ですね。はい。で、あとはもうその後もずっとギリシャ語が書いてあります。アナバシスっていうのが多分一番分量割いてて、アナバシスって彼が従軍した時に、ペルシア戦争かなんかに、時の記録なんですね。それが一番有名なのかな、クセノフォンの個人の作品としては。はい。そんなとこですね。本当はもうちょっと詳しく説明したかったんだけど、ちょっと情報量多すぎる本なんで、今日はこの辺にしたいと思います。まあ、実物見たかったらいつでも出すんで見てください。以上です。